今年も残すところあとわずか。皆さんにとってこの1年はどのような年でしたか？姫路市では今年も多くの出来事がありました。今日は岩見俊勝姫路市長とご一緒に平成24年の姫路市の重大ニュースを見てまいりたいと思います。市長、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速ですが、平成24年の姫路市の重大ニュースを見てまいりましょう。まずはこちらの話題から。夏に開催されたロンドンオリンピックで姫路市にゆかりのある選手や監督が素晴らしい活躍を見せてくれました。市民に明るい夢と希望をもたらした3人にスポーツ功労賞を贈呈しました。クラシック音楽を気軽に楽しめる音楽祭として市民の間に定着しつつあるルポン姫路国際音楽祭、今年は赤穂市との共同開催となりました。世界的な演奏家による華麗な音色に聴衆は魅了されました。ロンドンオリンピック大変盛り上がりましたね。そうですね、連日テレビの前で私も応援しました。今回日本はたくさんのメダルを獲得しました。中でも姫路市ゆかりの選手や監督が活躍されまして、とても感動しました。いずれの選手監督も日頃の成果を存分に発揮されて ご活躍されたことを大変嬉しく思っております。そして文化面ではルポン2012姫路国際音楽祭もありましたね。はい、この音楽祭は演奏される音楽の素晴らしさはもちろんのことですが、何よりも音楽が好きなたくさんの市民ボランティアの皆さんと市が協力し合って運営しているという全国に誇れる音楽祭です。これからも市民と行政が共に協力し合って音楽を通じて豊かな市民文化を育んでいきたいと考えています。さあ、続いてはそのような取り組みを皆さんにお知らせする広報に関する話題と、姫路の顔となる駅前広場の話題です。昭和25年5月に創刊した広報姫路が今年の6月号で1000号を迎え、記念のパネル展を開催しました。また新たな広報ツールとして Facebook などのソーシャルメディアを活用、旬の話題をいち早く伝える積極的な広報を展開していきます。姫路の新たな玄関口として期待される姫路駅北駅前広場の整備が本格化。これに伴い十二所前線以南の大手前通りにおいて一般車の通行制限を開始しました。また9月にはキャスティ21エントランスゾーンの開発事業者が決定しました。姫路駅北駅前広場の整備も着々と進んでいるようですが、現在はどのような状況でしょうか？はい、JR 姫路駅周辺については魅力ある都心空間の形成に向けて一体的な都市基盤整備を進めておりまして、播磨の中核都市にふさわしい顔づくり、都心づくりをしていこうということで、これは平成の築城だという意気込みで取り組んでいるところです。現在は北駅前広場などを中心とするエントランスゾーン、まさに姫路の玄関口となるところですね。その部分の整備が急ピッチで進行中です。ではどのようなものになるのか、その概要を教えていただけますか？はい、姫路の新たな玄関口となるエントランスゾーンには新しい駅ビルが以前の40メートルほど南側に建てられますので、新しくできる北駅前広場は現在のおよそ 2.5 倍の広さになります。その広くなった空間を生かしまして、
鉄道とバス、タクシーのスムーズな乗り換えができるように整備します。また駅前に集まる人々ににぎわいとくつろぎの空間を提供できるように考えています。それから来年のゴールデンウィークに JR 西日本が新しい駅ビルピオレ姫路を開業するという発表がありましたね。そうですね。東急ハンズのほかおよそ120店舗がテナントとして入ると聞いています。このピオレ姫路の開業に合わせまして姫路市でも水と緑にあふれるサンクンガーデン、これをオープンさせたいと考えています。それから地下商店街、これも来年春のリニューアルオープンを目指しておりまして、それぞれの相乗効果によって都心部の魅力が増して中心市街地全体が活性化することを願っています。さて続いて全国的な課題となっていますこちらの話題です。暴力や虐待に関する相談支援体制を強化するため2つのセンターを開設しました。またいじめや児童・高齢者の虐待防止に向けた施策も強化、誰もが安心して暮らせる教育・福祉都市の実現を目指して取り組みを進めています。続いては防災に関する話題ですが、市長、今年は辛い出来事がありましたね。はい、9月末に起きた化学工場の爆発事故で姫路市の消防職員が殉職いたしました。市民の生命・財産を守るという崇高な使命感に燃えて危険を顧みず完全と職務を遂行していただいた若い優秀な職員をこのような事故で亡くしましたことは本当に残念でなりません。改めまして心からご冥福をお祈りいたします。9月29日網干区の化学工場で爆発事故が発生、姫路市消防職員1名が殉職したほか多数の負傷者が出ました。姫路市では二度とこのような事故が起こらないよう原因究明に努め、特別防災区域における防災体制の強化に努めます。姫路市では東日本大震災などの教訓を生かし総合的な防災対策を着実に推進しています。津波避難訓練の実施、標高表示標識の設置、女性消防団員の入団、災害時シナリオシミュレーションの検討も始めています。播磨地域の十二支給庁が対等協力の立場で連携・団結、広域的な課題に取り組むことで播磨地域の総合力を高め、播磨の存在感を全国に発信することを目的としています。まずは広域防災連携協定を締結、地域資源の酒蔵を生かした播磨酒文化ツーリズムの推進にも取り組んでいます。十二市九町の広域連携、心強いですね。この連携によってどのようなことが可能になりますか？はい、この VTR でも紹介していましたが、播磨広域連携協議会ではすでに防災と観光の分野で連携して取り組みを進めています。その第一弾として今年の9月に姫路市内の酒蔵などを巡るバスツアーを行いました。そのバスツアーの反響はいかがでしたか？非常に盛況でしたよ。それを受けまして今年の12月から来年の3月にかけて月1回の企画で播磨地域内の他の酒蔵や地域資源を巡ったり
食にもこだわった内容でシリーズ化を図っていきます。連携によっていろんな可能性が膨らみますね。そうですね、今後は平成26年に放映される大河ドラマ軍師官兵衛やその編纂1300年を迎える播磨不動記の PR など巡視九町が連携を図りながら取り組むことで播磨地域全体を盛り上げていけると期待しています。さあ、平成24年の姫路市の重大ニュースもあとわずかとなりました。ラストはこちらの話題です。姫路城大天守保存修理工事に伴い50年ぶりに新調したシャチガワラの祝い引きを行いました。そして11月には修理見学施設天空の白鷺の入館者が100万人を突破。また姫路藩文化観光学習船の試験運航なども実施しました。官民挙げて誘致活動を展開してきた成果が実り、黒田官兵衛が平成26年の NHK 大河ドラマの主人公に。タイトルは軍師官兵衛。この大河ドラマを機にさらなる町の活性化が期待されます。昨年の春にオープンしました天空の白鷺の入館者がもう100万人ということで、とても人気のようですね。はい、嬉しい限りです。これは姫路城を支える匠の技や職人にスポットを当てるという天空の白鷺のコンセプトが歴史観光や文化観光を求める旅行者の心をつかんだ結果だと考えています。天空の白鷺が見られるのはあと1年ほどだそうですね。そうなんです。お城を覆っている素屋根の解体が始まるために平成26年の1月15日に閉館となります。それまでに一人でも多くの方に今しか見ることのできない姫路城をぜひ味わっていただきたいですね。そして市長、ついに黒田官兵衛が大河ドラマになります。念願が叶いましたね。そうですね、 NHK 関係者から一報をいただいた時は本当に驚きました。姫路市長としてまた官兵衛ファンとして大変感激しています。姫路には黒田官兵衛を愛してやまない方々がたくさんおられまして、その皆さんの頑張りが誘致成功の最大の力となりました。はい、これを機にということ何か考えておられますか？そうですね、これからは黒田家にゆかりのある長浜市や瀬戸内市、中津市、福岡市、それから官兵衛にゆかりのある播磨の市や町とともに大河ドラマの成功に向けて協力していきます。姫路の魅力を全国にそして世界へ向けて発信できる絶好の機会です。このチャンスをどのように姫路の観光と街づくりに生かしていけるのか、我々の力量が問われることになると考えています。それでは市長、最後に新しい年に向けての抱負をお願いします。はい、来年も伸びゆくふるさと姫路の未来をより確かなものにするために市民の皆さんと夢や課題を共有しながら進むべき道筋をしっかりと見据えて姫路のまちづくりを進めてまいりたいと決意しています。市民の皆さんには来年も市政運営へのご支援ご協力をお願い申し上げますとともに、皆さんにとって素晴らしい年になりますように心からお祈りいたします。今日は岩見利勝姫路市長とともに平成24年の姫路市の重大ニュースを見てまいりました。市長、ありがとうございました。ありがとうございました。